漢字クイズ、漢字検定にチャレンジ、リクエストをもらいまして買いました。そして初起動です。何をしていいか分かりませんが、スタートしていきましょう。メモリーカードをチェック中です。RPG っぽいね、音楽。さあ、始まった。漢検の案内とかはまあいいでしょう。漢字クイズかな。なるほどね、2級までいけると。どうなんだろう、一般的な一般常識は3級でちょっと様子を見ましょう。まあ、ちなみに私はね、中学校と始まった。故郷への慕情が募る。慕情。はい。ん？羊を犠牲にして神に捧げたそうだ、犠牲。外国との貿易を促進する。促進。はい。地盤が次第に隆起していった。勇気。責任を取って会長を辞めた。旅先で再会するとは、奇遇、これかな？体操の演技で宙返りをする。宙、あ、これか、これでしょ。え？ああ、よかった、よかった。新聞記者は、無冠の帝王と自負していた。無冠。日頃の愛子に報いる。愛子。ご愛子を賜りまして。筋骨たくましい青年である。やむを得ず事業を縮小する。はい。逆境にめげず頑張ろう。食料の供給が急務である。供給。長年の努力の所産だった。所産？これかな？ああ！初めて見たところに生まれるか。縦長の紙袋を使った縦長。全く言語ど、うん、違うの、言語道断。言語道、うん、あ、うん、え、これか、これ、え？言語道断。こっちか。あ！ああ、もう。街角でタクシーを拾った。街角、ああ、そうね、不安になってくる。第三者の介在を許すことではない、介在。激励されて気持ちが高揚してくる、高揚。突然の計画変更に当惑する、当惑。はい。え、部首、表示される漢字の部首名を次の4つから選びましょう。部首名、知らねえ。虎頭。ああ、矛作り。フルトリスン羽棒大大。おお、俺部首全然わかんないわ。フルトリスン羽棒大、初めて聞いたかもしれない。はあ、十四つ非一。おつ、おーおーおー、勘です。立つ口、下かな？どちらかといえば。辛い、あ、辛いなんだ。右側なんだ。まだれ、人面、すん、肉。まだれかな？いや、ま肉。あ、肉、中。大。よし。俺ね、さっきちょっと言いかけたんだけど、中学校3年間あるうちの2年間まともに行ってないのよ。だからね、わかんないのよ。わかんないところは。止める、女編でしょ、これは。そうだね。これは、手編。非十立つ。立つ。よし。ん、口、わかんむり、小、一足。
わかんむり。わかんむりじゃないんじゃないかな。わー、一足なんて言葉があんの？一足。おー、勘です。え、同音、同訓一。括弧内のカタカナに相当する漢字を次の4つの中から選びましょう。丹精、丹精、はい。落胆、落胆。あ、しまった。準備体制。え、ちょっと待って、落ち着け。その日の早朝に逮捕、逮捕、はい。うっかり勘違い。勘違いね、よくするよね。勘違い。よし。長年金属を射る仕事をしていた。金属はこれでしょう。交通の要衝、要衝。よし。純粋で誠実な青年である。純粋。要衝より反抗で、え？反抗。よし。感激って読むのかな？両者の話は符号をした。符号。熟語の構成。構成が同じ熟語を5種類の中から選びましょう。哀楽。哀楽。反対対応の組み合わせじゃないか。哀楽。よし。喫茶。喫茶。茶を喫するから。下が上の目的語保護。よし。流星。流星は、流星は似た意味の漢字が重なる。よし。炊飯。飯を炊くだから。上の字が下の字を修飾。いや、じゃそうだね、こっちだね。え、なんて読むの？乱造？乱造。よし。不穏。あ、不穏はこれだわ、まさに。まさにそのまんまだね。え、なんて読むの？連敗？連敗。連敗、これか。あー、違った。記念。記念、この、どっちか。念を祈る、違うな。こっちだな。あー、似た意味の漢字。交換、交代。え？え？え？あー、体感、寒さに耐える、これだ。思ったより長いな。四字熟語、四字熟語の空欄に入る正しい漢字を次の4つの中から選びましょう。怪力乱心？初めて聞いたけど、なんとなくこれかこれっぽい。こっち。あー、直感はね、直感は合ってた。へぇ、奮励努力。これ。よーし。こういうのもう、ぽいのをね、ぽいのを選ぶしかないね。傾向、なんだ、傾向牛語かな。傾向牛語。鶏？あ、あった。勇猛果敢、勇猛。あー、これか、これ。どっちだっけ？勇猛。こっちか。よし。構成無視。無視。構成無視。これかな？うん。終始一貫。どっちだ？終わり始まり、終わり止める。こっちか。そうだね。天変地異。よし。あ？なんていう、金貨、金貨、玉城。うんうん。千両一子、千両一子。
あーなんか意味的にはこれだよね、一番右。あー線を思うんばかって一つを失う。報復絶踏は腹を抱える。はい、読みですか。括弧内の漢字の読みを次の4つの中から選びましょう。凝った作品を発表して人を感心させた。立ちばさみかな。友達の誘い。大豆を、圧搾じゃないの。粘着力。騒音が安眠の、妨げ。あまり難癖をつけるものではない。音楽家として将来を職、職も、職望された。どっちだろう。職、音楽、将来を職望された、職望。炎を、でも炎でも、炎か。深読みしない方がいいのかな。潜在していた不満が爆発する。はい。あれこれ悩むよりまず、幾年の名残を惜しんだ。なんて読むの？心の？の、有限。幅広い知識を蓄えている。心の動揺を隠しきれなかった。はい。旅のお土産を楽しみにしている。我が半生の奇跡を語った。何か魂胆がある。首都かな？首都。ジェンナーが始めた、そう、首都じゃないかな？昔から珍重されてきた品物です。まだある。送り仮名。括弧内に入る正しい漢字と送り仮名を次の3つの中から選びましょう。ハケで薄く。入った。速やかに被弾する。大層喜ばしい出来事だ。割れるような、こっちだね。波に揉まれて海上をこれじゃないかな。これちょっと悩むな。右か左。でもこっちか。そうだね。対義語。表示される熟語の対義語を次の4つの中から選びましょう。妨害、協力、虐待、愛護、用心、油断、栄達って初めて聞くな。栄達。霊落かな？縮小拡大。類義語。表示される熟語の類義語を次の4つの中から選びましょう。つまり、あれですね。同じような、似てるような。完遂達成。先進、没頭、物色、探訪、物色する、探査かな。風習、慣習、神妙、首相、誤字訂正、文中の誤字に対する正しい漢字を次の4つの中から選びましょう。新しく開発した製品に登録商標。これか。交感神経。
数日家を空けますので、留守中は家を空けます。松の立ち枯れ病に対し農薬を散布し、害虫を駆除。自治体は広報を配布し、住民との交流を図った。次期会長就任を要請されたが、固く、辞退か。五大陸最高峰の単独登頂に成功した。と、単独登頂、登頂。野菜や魚の、入荷価格は、雑草も花時には、地味。予約受付は明日の消し印まで有効なので、ふるってご応募ください。長いぞ、結構。二字熟語の空欄に入る正しい漢字を次の4つの中から選びましょう。根流、用語、用律、解放。隆起、隆盛。悲哀、哀願、哀、これかな。審議審査再審。停滞滞納。お、終わった。結果発表。まあでもぼちぼちいけたでしょ。ねえ、ぼちぼち頑張りましたよ。合格。3級は中学校ぐらい？小学校ぐらい？あ、メモリーカードをチェック中です。はい、メモリーカードに書いてください。あ、終わった。ちょっと漢字ショップ。漢字ショップに行きます。え？なんすかなんすか。あー、この字読めるかなみたいな。お魚にしましょう。一人用。何すんの？ピチピチのアジ。カツオ、ちょっと待って。硬い、あ、いた。おいしいよ、このただ雪、ただは雪。どうだ、いた。サメ、違った。クジラ。あ、なんかもう PK みたいになってるね。5問中4問。はい。ちょっとタイム制限あんのはきついわ。え、終わり？いや、ちょっとショップかな。多分ね、普通に考えてわかんないのが八百屋、果物屋、花屋だと思うんで、案外わかりそうなのが俺は法律事務所ではないかなと思ってます。正しい漢字は次のうちどれ？権利、制限、基礎、該当、法令。あ、これはまあ、これはね。これはそうでもなかったね。ちょっともう一個ぐらい簡単なのをやってから、八百屋と花屋に行こうか。
スーパー神社仏閣2つともかあーと気になるんで、4つやりますか。神社仏閣、何の漢字を探せ。菩提ちょっと待って、菩提漢字がちょっと見つけ、修行、収める、なりわい、行、あれどこだ、国宝、はい、あぜくら作り、あぜ、わからんぞ、奉納、脳はどこだ。脳、はい、いやーしょぼかったね今回は。次はスーパーかな。本日の特売品はこれだ。え、なに、アク、のり、え、なんだろうね、バター、発火、はんぺん、ビール、判定、え、あー、まあぼちぼちですね。はい、さて、じゃあ花屋から行こうか。アジサイ、柿つばた、え、ユリ、スイレン、え、わからん、おお、まぐれ、2問ぐらいはまぐれでしたね。もう漢字ショップ全部やりますか。あと博物館、病院、花屋でしょ。花屋を一番最後にしよう。正しい読み方はどれでしょう。陶器、遺跡、復元、最古、武者。まあこれはね、んで、病院、病名、あせも、字、石、天然痘、橋か。じゃあ花屋っすね。あれ、花屋やったか。やったな。宝泉か。え？ブー。金木犀。タンポポ。違った。朝顔。八百屋をやってなかったのか。
はい。今日のお買い得はこれだ。え、きゅうり。きゅうり、にだ。あんず。りんご、パパイヤ。これか、これ。こっちかな。あー、よかったー、クリアー。はい、ということで、これはなんていうゲームですか？漢字クイズ、漢字検定にチャレンジ、シンプル1500、実用シリーズボリューム18でした。はい、D3 パブリッシャーから出ております。まあ漢検3級、まあまあいけたということだけが分かりましたが、漢検2級が高卒程度だっけかな、確かね。まあそんな感じだと思うんで、漢字だけにね、今面白いこと言いましたね。ということで、この辺で終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。まあよかったら登録、高評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。